平野のしと神宮ぐう太がとべに合流、シクストーンズも退場の可能性 ?2021 年5月22日、元キング・アンドプスのメンバーである平野しよと神宮ぐう太がジャニーズ事務所を退場しました。しかし、2023年6月20日発売の週刊女性、シフト生活者によると、 彼らは今年3月に滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社とべに合流することが報じられました。この合流の詳細が報じられたことからマスコミ界でもこれが事実であると受け止められています。もし実現すれば、これはジャニーズにとっては壊滅的なインパクトを与えることになるでしょう。と、レコード会社関係者は述べています。記事によれば、 平野は新たな事務所を立ち上げる予定であり、神宮寺は戸部に所属する形となり、二人は戸部とエージェント契約を結ぶ予定です。この決定は、彼らが家族を含めて滝沢氏と何度も打ち合わせを行った結果であり、正式な発表は7月に行われる予定とのことです。 一方、戸部はまだ具体的な情報は明かせませんが、すでに大テレコード会社から二組のデビューが決まっているとのことです。元ジャニーズの芸能活動には昔から様々な障害がありました。ジャニーズ事務所がメディアに圧力をかけて元ジャニーズの活動を阻止するということは減ってきましたが、まだコンサート会場の借りづらさやテレビ番組への出演困難など、 各業界におけるジャニーズへの配慮は健在です。これはレコード会社にとっても同様であり、各大手レコード会社はそれぞれジャニーズグループの所属レーベルを抱えているため、元ジャニーズが独立後にメジャーレーベルからのリリースは困難になる現実があります。滝沢秀明氏と組むのはシクストーンズへの所属レコード会社かもしれないですね。 先に脱退した岩橋玄樹は A、ビーチジが所属するポニーキャニオンの系列からリリースを行っており、この時も業界には衝撃が走りました。今回の報道も同様で各社のジャニーズ担当がすぐに確認作業を行っていましたが滝沢氏と再び組むレコード会社はシクストーンズの所属レーベルを要する業界最大手のレコード会社とされています。 つまり、そのレコード会社は滝沢氏が手掛けるグループに大きな可能性を感じているということです。と、レコード会社関係者は話しています。さらに、平野と神流寺の遺跡が連鎖反応を引き起こす可能性もあります。昨年末からはシクストーンズやラビスジャパンなど、 滝沢氏に近いグループやメンバーの脱退や退所説が噂されており、彼らも戸辺の遺跡を視野に入れるかもしれません。特にジャニーズや藤島ジュリー恵子社長に特別な恩義を感じていないタレントたちは辞めたいけど辞められないという状況にあるため、金プリの元メンバーが退所することは彼らにとって大きな後押しとなる可能性があります。本格的な 退場ドミノが始まる可能性も十分に考えられます。ジャニーズ事務所はごジャニー北川氏の性加害騒動により、かつてない危機的な状況に立たされています。そして、戸部が7月から本格的に活動を開始することで、ジャニーズ事務所は一気に崩壊する可能性があります。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。